皆さんこんにちは。今回はコックピット内の影を 4K に設定する方法をご紹介していきます。現在 MSFS のグラフィック設定ではシャドウマップの最大解像度が 2K となっています。ある方法で 4K に変更することができるので、そちらの手順の方をご紹介していきます。変更することによって影の質感やちらつきなども抑えることができるので、よりコックピット内の影が鮮明になります。ぜひパソコン版でプレイされている方は一度お試しください。はい、それでは本日もやっていきたいと思います。ぜひ最後までごゆっくりとお楽しみください。まずは現在のシャドウマップは 2K になっていますが、影の輪郭などはぼやけ、いくつかちらつきが多く動いているのがわかると思います。まずメニューから設定画面のジェネラルオプションズから見ていきましょう。グラフィックスタブの下の方をスクロールしていくと、シャドウマップスという項目があります。今回こちらの方を変更していくんですが、通常では最大 2K のシャドウしか使用することができませんが、 CFG ファイルの一部を入力することでこの設定画面に 4K シャドウを表示させることができるようになります。これから変更する手順の方をお伝えするんですが、変更する前は 2K の2048にしておきましょう。一度 MSFS を閉じて CFG ファイルを編集していきます。入力するのはたった4文字のみになります。この CFG ファイルの場所ですが、まず Steam 版で説明していきます。最初に C ドライブからユーザー、次にユーザー名、アプリデータ、ローミング、マイクロソフトフライトシミュレーターを選択します。この中にですね、 usercfg.opt という CFG ファイルがあります。こちらを開いていきます。不安の方はこの CFG ファイルのバックアップを取っておいてください。開いたら少し下にスクロールしていきましょう。グラフィックスタブの下にシャドウズという項目があります。ここのサイズと書かれたところを現在の2048を削除して4096と入力することで 4K シャドウの解像度で設定項目に追加されます。数値を変更したら最後にファイルを上書き保存し、これで完了となります。ストア版の方はこちらの場所にユーザー CFG があります。CFG ファイルを閉じて再度 MSFS を起動させます。まずはグラフィック設定画面を見ていきましょう。シャドウマップスの項目に4096とすでに表示されていると思います。 CFG ファイルを書き換えたので、このように自動的に 4K となっています。注意点としては、他の解像度を選択すると4096の項目は出てこなくなるため、もし他の 2048-2K に選択した場合は再度先ほどのように CFG ファイルを書き換える必要があります。次に 4K シャドウにした時のコックピット内の様子を見ていきましょう。 4K シャドウの方は影の方が鮮明になり、輪郭がさらにはっきりとして表示されます。ちらつきに関しても 2K シャドウより少し抑えられるため、見栄えの方も少し改善されます。印象としては影の質感が上がり、深みが増すような感じになります。フレームレートなどのパフォーマンスに関しても 2K の時と変わらず、低下することなく使用できます。時間帯によってはこのようにコックピットに入り込む影もよりリアルな質感を楽しむことができそうです。もし設定の方を戻す場合は、グラフィック設定のシャドウマップスから任意の解像度に変更するだけになります。今回この 4K シャドウですが、完全にちらつきをなくせるわけではありませんが、見た目などの質感などは改善されるので、ぜひパソコン版でプレイされている方は試してみてください。コックピット内の影は朝や昼、夕方もとても多く光が差し込むので、
コックピット全体的な雰囲気の上昇にも役立つと思います。今回はこの 4K シャドウをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。見た目に少し変化をつけたい場合はこの 4K シャドウ非常におすすめかと思います。今後も MSFS について様々な動画をアップしていきますので、気に入っていただけましたらチャンネル登録、グッド評価もお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。